SNS で大ブームとなった4コマ漫画、100日後に死ぬワニ、通称、百ワニ。多くの人に感動だけでなく、死についても考えるきっかけを届けた百ワニが書籍化され、作者の菊池祐樹さんが、気になるワニくんとその仲間たちのその後を新たに書き下ろしました。はい、今日ツイッターでは見られないい新作について 菊池さんをテレビ電話で取材すると、どういった思いで書かれたんですか。いなくなった人がいて、でも残された人もいるから、残された側はやっぱそこからまた新しいくどう気持ちを切り替えていくとか、どう前に進むのかが大事と思ってるんで。ゼロ、うん、日目やその後が合わせて28ページ分新たに書き下ろされ。 限定公開された2コマにはワニくんの友達のネズミくんが公園で誰かと待ち合わせしているシーンそしてもう1コマにはネズミくんがタコのキーホルダーを愛用しているシーンが描かれていますこのタコのキーホルダーは Twitter で公開されていた4コマ漫画の63日目に登場ワニくんが挙げたタコのキーホルダーを ねずみくんは今も形見のように大切に身につけていました今もなお話題を呼んでいる「百和にですが最終回直後に映画化書籍化グッズ化などが次々発表されたことで「興ざめしてしまった」など批判の声も殺到これについて作者の菊池さんはいろんな反応があったので。うん 嬉しいのもあったし傷ついたのもあったしそうです。うん、それも受け止めないといけないなと思っています、うんうん、最初ツイッターから始めたからまずツイッターの中に全部見せたいと思って、うん、あんまり広告みたいな感じを出したくないなと思って,て、うんうん、多くの人が命について考えるきっかけとなった百話にもう一つ気になる次回作については今は家で 映画見てゲームしてと今次は描きたいなと思ってるのはちょっとあるんであそうなんですかでも新しい感じのことはしたいなと思ってます。